地域に密着し住民の安全安心を守る岡山市消防団。出動要請があれば災害現場へ駆けつけ消火・救助活動を行う常勤特別職の地方公務員だ。彼らは自身の本業と両立しながらどんな思いで活動に臨んでいるのだろうか。環太平洋大学の中桐雄生です。放課後は野球に取り組んでいます。小学生の頃には消防団という組織があるのは知ってて、で自分も何か社会に貢献できるような活動がしたいなと思って地元の消防団に入りました。近年は消防団に入る方が非常に少なくて、その中で若い大学生の中桐君が我々の分団に入ってきてくれて非常に助かっております。これからも地域の人々と一緒になって消防団活動をやっていってもらいたいと思います。自分の地域を守るとともに新しい方が入ってこられた時に私が指導できるように多くのことを学んでいきたいと思っています。岡山市消防団岩田分団の鳥取留美です。消防団に入るときに下の子供がまだ2歳だったので、子供を置いての活動で大変だったんですけど、両親も見てくれたので出かけることもでき、その子供も消防に行くというと必ずお利口にお留守番ができていたので、これならまあできるかなと思いながら頑張っていました。消防団活動は地域の中では縁の下の力持ちかなと私は思っているので、少しでも地域の皆さんが元気に暮らせる町を作りたいと願いながら活動しています。白部第三分団の佐藤龍也です。消防団として火災現場や横に行って火を消して地域を守っているという実感はあるので、やりがいはあります。消防の出初め式じゃなんて言ったらおじいが連れて行って、そういう環境もあったかもしれない。何かしら、貢献できることをしてもらえるのが一番嬉しいなと思って。うちの会社自体が消防団協力事業所に入っているので、いざとなったらもう会社自体が動けば消火活動やともできるので、その面でもいいと思います。うちの社員みんな結構消防団多いですし、自分も消防団員で、それぞれの分団の地域で火事があったとか人がいなくなったという時にはそこを優先的に出ていくような形に今してますね。より一層地域に貢献できるように活動できたらなと思っています。高橋真美です。大学でデザインを学んでいます。友達と過ごす時間も大切なんですけど、同じように大切にしている活動があります。実は消防団員として帝分団で活動しています。きっかけは、母と兄が入団していて、もともとその熱心にこう活動する姿にすごく感動というか、私もやってみたいなと思って入団をしました。私は応急手当普及員の資格を取って指導を行っているんですが、受講してくださる方が臆することなく応急手当ができて、一人でも多くの人が助かる可能性を増やしていけたらなと思って活動しています。私にとって消防団とは地元と深く関われる貴重な機会であり、自分を成長させてくれる場所です。あなたも消防団員として活動してみませんか。街を守りに。